昨日のアーラの解説。割と良かった。ティーム。へっへっへ。なんやかんや言うて喋らせたらおもろいわ。ちょいちょいいきなり声出すのビビるからやめてくれ。払って話し方がなんか芝居がかっててわざとらしいよな。ドラマチックベースボールだから。山田の空振り褒めまくってた。山田哲人好きすぎやろ。FA で取れなかった未練がすごそう。戸郷が1イニング目好投してて嬉しそうだった。原は選手けなさないし喋れるから退屈すぎるわけやないからええな。牽制とかにゃ、とかめっちゃ声出してたな。現役監督やから反応してしまうんやろか。勝負感すごかったわ。正直かなり面白かったわ。解説者原とかいう転職。